ぱり難しいよな。うん、もともと相性悪いとさ言われてたからな。俺も悪いと思います。でもね、まあね、全部慣れですよ。アナポイ相性悪いけど、そのアナポイのデッキにもよる。うん、アナポイハンタープリンスみたいな。はん、あ、違う、あれじゃない、普通のアナポイの話じゃない。ああ、アナポイって多分分かんないけど、墓石取るには適当にホグ刺してれば勝てる。適当にホグ刺せるとか言うと、ホグ刺さんねえよ出れるから、マスケ生かしてれば勝てる。あ、スケラのやつ、あのね、墓石取るね、さ、だからさ、みんなさ、呪文打たれるの怖いっつってさ、マスキ逆サイとかに出すじゃん。同サイに出しても平気な時とかに。別にこっちがダメだと取ってたら、毎回同サイに出して、こっちは呪文削りできるから、全然同サイとかに出していいと思う。マスキはガンガン切って平気。迫撃はどうすればいいですか？迫撃は、迫撃？迫撃も一発でドーンって。あると同じ。こがつけはもう一発で決めるしかない。なるほど。コスト軽いから、後からちょびちょび削られちゃうから、削られちゃうじゃねえ、後からちょびちょび、どっちにしろホグ守られるから。対抗はしません。コモンさん入力教えてないよ。いや、俺の26講座マジでゴミだよ。知ってる人は知ってるけど、マジで俺の26講座ゴミだから。結構迫撃は出る店だから、これは何を思ったのか、急に5防衛したくなって5防衛した。コウモリがアイゴリ ISP ないときどうすればいいかなって。コウモリ何？アイゴリ ISP ないときにコウモリアナポイ飛んできたらどうすればいい？いや、何それ初めて？ん？コウモリ出てきたの初めて？いや、予測ができてたから俺が悪いか。ああ、多分。そこはまあ、慣れてくれ。とにかく慣れてくれ。タイロよくなんかホグ出せなくなっちゃう。いや、もうね、俺、どうだろう。あれはに、ああいう人は、なんて言うんだろう。防衛から入る人はね、結構きついかもしれない。俺の立ち回り、めっちゃ攻めとっかだから、本当に。めっちゃ許容しつつやってれば、なんかダメージ的にこっちが先に勝てるよね。KK みたいな感じ、そう。KK 似てる。一発抜きと真逆なんね。シスさんも結構守るね。26はそれで分かれてる。攻めとっかか結構守るか。そう、出る前難しいかも。ラボル軍団、ゴジラファンとかやるよ。もう、なんか、10戦中ラボル9回みたいな。どんだけいいんだ、ちょっと。それは持っただろう。雨は持ってねえ。あ、待って、持ったかも。1体分持ったかも。8000ぐらい。じゃあ、行くわ、ちょっと、あれで。盛りすぎたな、ちょっと。調子乗った、今の。ちょっと26でやってみるわ。いや、26。何時やるわ。あー、そうだよ。休みモード解除すると、カカオトークくんだよ。俺のクソ下手な26を見ててくれ。下手、いや見れねえよ今リプレイ。レイヤーの見る？あ、もう俺な、これいい？あ、でもな、どうしよう。これ終わったらいずるか。これ終わったら レイヤーのやついるか。その間マッチングしてるわ。普通にマルチはしねえよ。早く向きお前通話するぞ。俺も混ぜろ。ん？レイヤーも来る？来る。向きなんか用事がーとか言って。やんないっつったね、なんかミラティブチャッカリ来てないっつった。
やるって言ってんだろじゃねえ、お前ちょっとコラボ来い。2人でコラボできるの？あ、できるわ。レイヤーのいらないっすとか言われてる。お前レイヤーの声見るぞ。レイヤー地味に入力使えるんだよ。使えるよ、下手だけど。やめて、下手じゃないと思う、下手じゃないと思う、普通に普通のプレイできてるもんだって。おおと思った。じゃあ来た、やったじゃあ来た、やった。今日のあれな、ジャイスキャラ来たよ。何これ、あれスケラ、ジャイスキャラ多分それきついで。なんたら先人みたいな人の、なんたら、あ、先人、わかんない、なんたら先人、多分そうだよ。レイヤーの流す？あ、もうこれいい？もうこれ、ここまで来たらもう勝ち確だからいいよね、これ。戻るね。先人来た、先人。見たいってどっち？あのさ、あのさ、あいつやってんの、今。レイヤーの見るか。これまでって、これ？これだけ？ 2 倍で見るか。4倍でいい？ 4 倍で見ていい？ 4 倍かよ。4倍でいいよ、4倍で。4倍でも理解できるでしょ。正直これめっちゃ相性いいよ。相手ロリババだから、こっちのマスケ一生処理できないっていうね。ああ、そういうのがあるんだ。マスケ無双しすぎててやばい、これ。はあ？ジャイスケラートレーなんだけど、キルソフ。大砲はこの位置安定。そう、最近ね。最近この位置に。ジャイスケラートレーボーラー来たよ。泣いてる。ん？ジャイスケラトレーボーラー？そう。出たーこいつ。こいつ、ついにジャイに手を出したか。お前までボーラースケラーズ使って、お前26億って、ね、わけわかんねえ。26億使ってんじゃねえよ。26やろこれ。26や。26だけど。お前、丸太の重要性が。だから、このスキャン処理できないんだよ、丸太ないと。お前、やべえよ。お前、ロリババじゃなくて、多分アイゴレの位置はね、ロリババにすると強いかもしれない。ダブルマルタだな。ダブルマルタ。課金はね、課金だって俺課金自分のあれでほとんどしてなかった。あれもじゃないよ。え、なの来た。やめて。課金って親のでしたいよな、普通あんまり。無理、きつい。頑張れ。頑張れ。二つ三重士の世界トップはユザロさんじゃね？そ、俺は賞金とかでやってた。e スポーツの文字合ってるよ、これ。え、合ってないっけ？合ってなくね、これ。なんかおかしくね？あ、もうこれ、レイヤー死んだわ。死んだな。レイヤー死んだわ。ただでさえきついのに。お前、イカれてるから、このデッキ。すいません。面白いからいいけど。こいつ、止まれよ、ボケー。レイヤーのプレイ面白いからいいや。スケブタイ無双。やめてください。あれー、お、8残った。8を延命できませんでした。無理だった。あれ、やレイヤーね、ダブルマルタで行く？もしかしてダブルマルタで行く？え、ちょ待って、俺だいこれ、待って、リップだから、待って、リップだから、これ俺リップは、リップ流してるわ。ダブルマルタ行っちゃう？レイヤーのプレイはレイヤーのミラティブで見て。いや、俺ミラティブやんねえよ。お前、後でやるじゃん。その時見て。ちょっとなんか。やらねえよ。麦怒ってる。だって麦お前、どっか行ったじゃん、さっき。しかも俺、配信終わったら一回風呂入ってくるから。後でね、また。いや。あと俺、フォートナイトやりたい。出た。いや、普通のマルタにしよう。そうだね、グローバル上位でね、戦う人は覚えてた方がいいけどね。D が絶対最初この位置にね、D が出してくるよ。
どの位置？あの内側のカゾッチョ。ああ。内側手前のカゾッチョ。最初 100% 出してからすごい。理由は何だろう。わかんない。何なんだろうね。なんか知らんけど出してくれるよな。そういう人読みは人読みもあるんやな。そう、人によって違うね、ちゃんと。ゲームオーバー。ゲームオーバーなんだっけ。ジャイだかペッカだかジンニだかはスケラだかわかんない。いやめちゃあるじゃん。幅多すぎた。外側の角じゃないかいつ。なんか内側の角わかんない。なんか内側の角に出してくるよね。なんでなんかね。メガゴ出てきた。ラバじゃね。ラバ。あごめん全部外れた。あ、ポイズンだから違うわ。スケラか、知らんけど。プロ選手でうまいと思う人は TNT。TNT うまいと思う。あ、ジャイでした、ジャイでした。ありがとうございます。ジャイ？えいよー。クロワー2年目。最後のグラチャでダメだよ、お前。貴重なんだよ。お前、最後はもやだ、あと6戦しかできねえんだ。させねえからな。あ、そう、この、この丸太遅れてんだね、ちょっとね、なんか通話してて話してたら見てなかった。結構危ないんでこれ。電波じゃないんだな。助けて、無理、サイクルがおかしい。まあ枯渇なんたら系はね、一発でぶっ刺しに行くことを考えた方がいいね。それまでは適当にもうな、それっぽくちょろちょろやってて、いきなり一気に削った方がいいと思う。どっかで X ボモスター TNT みかんさん、まあ俺はその中だったら一番 TNT があれかなと思ってる。個人的にプレイが好きっていうのもあるけど、うん、あ違う、説明でそれっぽく違うわ。 あちゃんとある。あ、そう、こういう感じでもう絶対来るっていうのがあるから、ボーンぶっ刺してもうボーンって、もうこれはこの最後のやつは落とされなきゃいいから、プリンだけ警戒してアイゴレで適当に許容してジジイ。あー難しい。ありがとうございます。アルファって人知ってるよ。26の人でしょ。めちゃめちゃ危ないでしょ。でも最後ね、絶対あれディガーの位置当てられるから、アイスピ先読みすると、先出ししとくと 100% 飛ぶから。逮捕緊急度はねしないよ、ほとんど。逮捕緊急度はしなくても守れるの。いつも入れるやんみたいな言い方。ああまあごめんな、実際いけないけど、そんな簡単にはいけないけど。もうね、ラバルの守り方ね分かったの、これで。ここで分かったから、当たりすぎて分かったから、それやってるだけ。これお、シースさんいらっしゃい、来てるな。シースさんと当たったことは今日当たったよ。1早じゃねえよ、麦早く6球いけよ。お前いくつだろ。スズポンはもういいよ、お前は。お前はじゃあ1分切っても緊急度しないよ。緊急度しないで俺流れ作ってる、いつも。一回相手の攻めのターン終了したら、マスケの使い方次第でずっとこっちのターンできるから、相手うまいとなんか一回それも途切れちゃうんだけど。
しかもなんて言ったっけ、忘れちゃった。あ、これ竹取られちゃった。バグってるっていうか、ホグ通せはどうすればいいですか。ホグ通せ、気合でホグ通せ、気合でホグ通せ、無理。しかもロイジャイじゃん。これむしられたらきつい。俺の立ち回りは特にきつい、むしられた時が。俺じゃあ俺の立ち回りね、多分ね、慣れる前できない。なんかなんていうん、ここでホグ出したらこれ裂くから防衛楽だなみたいな。俺そういう勝手に相手がやることを想像してるから、それ相手やってこなかった時終わる。きつってなる。ここかな。こうこれはきつくない。ランバーとダクネットトルネが入ってるときつい。そう、ホグが無視されて形作られてめっちゃきつい。黒1狙わんわ。初手にホグないときはまあ適当に1コスとか2コスとか回してる。ああ、テンプレのロイジャイどうすればいい？あの、その方。どっち？あのライティングの方。あれ？ムートの方。ライティング？